さっきのあのなんだ視聴者からねここどこ行ってくださいっていうコメントは本当に頼りになったって話なんだけど、遠すぎて行けない方はマジでごめんなさいね。行きたいんだけど遠すぎるマジで遠いな。たまに自分ら愛知県なんですよ。岡山とか言われてもねいきなりプラン立てれない。俺が行かない電車かなあって。あ、いや電車で行きたいんだけど結局電車って金かかるやん。金かかるし荷物持つのは大変だ。めんどくさい。お土産持てね。じゃあレンタカーで行きますかい。あ、レンタカーにする理由もないか。わざわざ、いやわざわざレンタカーで行くぐらいだったらこの軽トラがあるんだもん。軽トラではない。やろう、車で行きゃいいか。本当にね、あの僕ら、本当に貧乏なんですよ。うん、貧乏へもね、行ける範囲がなかなか行けないんですよ。行きたいなと思うんですよ、僕らも。京都行きたいし、今。まず、今行きたいのが、薩摩。どこより遠いんだよな。九州地方。九州地方、薩摩郡に行きたい、薩摩に。島津義弘の島津義弘の墓を見たいななんて。もこれいいよ、このまずいお餅食べや。まずい言うな。どうなんだろう、今年の抱負って何かあるの。目標1000人。ダラダラだなこの喋り方。そうだよ。だってトークしてる最中に急に餅に餅 OK って言うんだもん。ちょっとごめんなさいね、俺ほんと自由気ままに来た性格やもんで、ね、ほんと 目先のことしか考えてないからすいません。どう今年の抱負。抱負、豆腐、毛布、何がしたい。富士の樹海行きますかい。富士の樹海いつ行くんだろうなって思いながら。富士の樹海はでも俺もう2回行っとるでな。1回目はね、死のうと思って行ってみたんですけどね。これ笑っとるけどほんまの話やで。引っ張られるもんあるんですよ。ないからここに来てんのか。は？あそこ行って死ぬのを断られたからここに今おるにゃん。何断られるって。はあ、これ話していいの。いいんじゃない。そう、僕口に物入れて喋んな。僕ね一度死のうと思ったことがあるんですよ。何歳の頃。何歳やったかな。仕事があんまりうまくいかなかった時やるな。29、いやでも嫌なことねえか、もうちょっと言ってるか、30ぐらい、30でもないか、40近かった。全然違うじゃないか。40ぐらいだと思うわ。おう、うん、に死のうと思って富士の樹海へ、うん、行ったの。焼酎持って睡眠薬持って、うん、ガチじゃないか。本当ガチガチで死のうと思ってたんやて。おう、うん、俺霊感がもうその頃からきつかったから、うんうんうん、やっぱ死を選ぶならば聖地だろう、あなんと思って行ったことがあるんですよ、うん、焼酎持って睡眠薬を 6個持って。それは死ねる、ちゃんと死ねる算段なの。わからん、飲んだらそのまま投資かなんかで死ねるんかななんて思って行ったことがあるんですよ。でどのぐらい歩いたかな俺、あれね、自分ではもう1時間以上歩いとるとは思っとったけど、わかんない。30分か。あなたの1時間当てにならんからな。うん、俺の1時間当てにならんねん。10歩歩いても1時間やすから。うん。で、行ったんすよ。うん。で、シート内で歩いとると、うん、まあ、睡眠薬飲んで、焼酎ガバ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 って、ああ、もうそこまでや、もう一気飲みして、そう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 、フラフラになって歩いてたら、うん、夢の中ではないんだけど、まあ、はっきり自分が歩いてるのは分かってたんですよ。そしたら向こうから赤いドレスの女の人がふわって来た。おー、ふわっと来て何しに来たのって僕に声をかけてくれたんですよ。いや僕はこうこうこういうでも今仕事がうまくいかなくてもう死のうかななんて思ってこっちに来たっていうのは自分でも覚えてるわけよ。まだそんなに酔ってないし、うん、まあまだお酒が回る前だと。700ミリぐらいで酔うほど弱くないもん。うん、でそしたらその女の子がね、名前がルナっていうのよ。うん、
赤いドレスの着たルナっていう子、私はルナって、俺はカツミって。何俺をいい、ね、あのちょっとあんま俺を怖がらせようとしてる、それ全然だって話せって言ったから話してる。違う、そこじゃない。どこ、そう、名前、俺を怖がらせようとかなんかしてる。全然ルナだもん。赤いドレスの着たルナっていうのがおるのね。で1日にその人から LINE 来てるけど、あなたの携帯から。嘘、うん、俺送ってねえもん1日。ちょっと別エピソードからもやん。1日ヘベレネギでおるもん俺。でずーっと歩いてて、ルナっていう人がじゃあ私がいい死に場所を教えてあげるって歩いたのよ。うんうんうん、うん、で何気なくその赤いドレスの女の子を歩いて見てた時に、うん、そしたらその女の子は左側を指を指してふって左側を指さしたのね。その女の子がふっと、ほんで僕も何気なしに左を見たら、首をくくった赤いドレスの、首がくくっとるというか宙に回ったドレスの赤いドレスの子がいたわけよ。うん、ご本人多分本人、自分では自分で本人だっていうことを知らせたいんだろうね。うんうんうん。でもうなんかずーっと歩いてたらで、いい死に場所があったよ、ここだよって言って、そこで意識がなくなってひたすら朝まで寝てた寝れちゃったんだ睡眠薬も酔いも入って寝てまったけど、あそっかで動いたもんな、うん、でもし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 って声が聞こえるで、あれ俺死んだの、死ねたんかなって振ってみたら、バス停だったんや救助されてるえおかしいぞと思って俺樹海が入ったっていうのはもう自分でも分かってるんやて、うんうんうん、樹海歩いてるのもはっきり覚えてるんやて、うん、だけど気づいたらバス停だったんやて どこのバス停かも分かってねえんだ俺、意識が朦朧として、ああ、うん、で病院に連れてかれて、うんもうがっつり救助された大量の睡眠薬を飲んどるということで点滴打って、うんうん、うん、で死ねなくて、なんでか、なんであそこで寝てたっていうのは、自殺したいから樹海に入ったんですけど、で警察に話すわけよ、うんうんうん、だけど樹海から外に出とるんやな死ぬ気ねえだろって言われて違う違う違う、本当に行ったんだからって言ったんやて、俺おかしいな、笑い話になってるんだけど、なんで違う違う、本当なんだもん俺、うん、自分ではバス停に歩いた記憶は当然ないんですよね。ない。その赤いドレスのなんかお亡くなりになってるそこでご案内されて、うん、そこで意識が途切れてると、もうそこでは赤いものしか見えてないっていう状況。おうんうんうん。バス停じゃないのそれ、赤いものって。わからん。すげえ恥ずかしくて俺。うん。そのルナという名前、さっきの話にちょっと戻るけどさ、LINE、うん、の話に。だから、ルナは。あなた取り憑かれてない？大丈夫か？俺が そこで会ってから、大体この時期、冬の時期だな、寒かったで、うん、必ず家に来て生きてるねってよく来るのよ、たまに俺に LINE 飛ばしてくる意味は、うん、あれはしょっちゅう俺が LINE しとるじゃない。あうん、1日のあの LINE どこまでがあなた、どこまでかが分からんもう本当に寄っとると、もう携帯触らないようにするでさ、俺もう寝とるか、もうだって変な話、今でも睡眠薬飲みながら酒飲んどるでさ、だから寝るときはもう充電ポンと置くからそこに置いてあるで、そのまんま置いてあるで、まあ最近充電置くやつにしたので勝手に充電してくれるでさ、ああ、うんうん、
わざわざ、なんていうの、1日ってか。たまにちょこちょこあるよね。意味不明な。俺も送られた時、俺こんな風に送った覚えないんやけど、と思うもん。文字の羅列が間違いなく、あ、その、あなたではなく、うん、第三者のそのベータ、普段読んでるその子、だなっていうのは、思ったんだけど、うん、過去一で絡みづらかったよ、今年俺。なんでルナなの？ LINE 時代残ってるっすあれ。あ、俺消しとる。見てないか。だってあれ最初にあれ置いてくと、うん、違う人も多分もう一人の子もあんな深夜になんで LINE してくるのわけわからんってよくたまにあるもん。俺全部消すんやってで最近消すようになっとるんやってあれ、うん、だけどムイ君の場合はたまに送ったけど何時間後にポコンって返事返ってくるやん、うん、だからそれがピコンっていうもんでそこに反応するんやってうん、あれ俺あの時なんか送ったっけ。あんたに俺が送ってから返事めっちゃ遅い時期あるやん。うん、その時にはもう寝るんやって。あ、もう今日は怒んなとか。ああ、うん、うん、もう変な話10時で俺もうお酒飲みながら土曜日とか休みになると金曜日の夜の中飲めるあの眠る睡眠薬飲みながら酒飲んどるんやってでもうダメ、これ以上はもう無理だなって時には置いてくんやそこに。うん、あの違う、今年一番最初に来た LINE はもうあれ、うん、アハハみたいなそういう文章が1話目に飛んできて2行目で、うん、そうかっちゃんは寝てるっていう出るから、そうじゃあお前は誰だよって。あいつ呼び捨てするんやって俺をこの俺様を、うん、で3行目かそんぐらいであれ、うん、私はルナだよっていう名前出てきて自己紹介されてん。ルナはしょっちゅうおるんやって俺の家の中に。冬この時期になると必ず来るな。過去一でどう返そうか迷った。何の意味があるんだろうっていや寝てるでじゃない。あ、違うわ、その前にあれ俺に取り付きたいみたいなことをそう言ってたわ LINE で。確かなんか邪魔やでたわ意外とあの邪魔の消そうとするだ。あいつあかん、ルナは怖えぞマジで、うん、がっつり悪霊じゃないか。わからん、ルナはマジで怖えぞうん、いや、うん、昔って言っても俺いいよ食べやよ、うん、彼女できた時があったんですよ。はい、でしょっちゅう僕 LINE してて、うん、ルナが来とっても LINE してた時があった、うんうん、でその子にもなんか不審な夜中に不審な LINE してこんといて起きちゃうじゃんって言ったよなだけど LINE した記憶もねえやん俺、寝てるもん。そんな3時なんて、うん、3時は遅いね。うん、まあ、そしたら何かあったのって言ったら、なんかわけわからん変ななんか日本語を並べて、うん、最後にはあの怪我するよっていうのを送ってきたんだわ。確かに読めない。じゃじゅ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 って書いてある。そう、なんか文字の並び方変だなっていうのがあるんだけど、うん、それは俺も分かってない。そしたらその子はその送られて3日後に 大事故を起こして重傷食らっとるんやってとんでもねえ食料ついてんな本当にそれが俺のせいになっとるんよ。俺の LINE から来とるから。そうね、何もなかったら運が悪かったりするけど、うんうん、3日前に予言されたらあなたのせいになるねだろう。で結局俺振られたんやって悲しくね。でルナとは話せれるからさ、うん、やめてくれんっつって言うんやって俺うんうんうん、うん、あれ男女区別できんみたいやつを LINE しとる相手が、うん、うん、単純に会ったことないってだけじゃないの。分からん、やめてくれって言うやつ俺二人目もそうやってん。だから俺もう40過ぎてから彼女を作ることをほぼやめたんや。諦めたかだって二人作って二人とも重傷だぞお前二人目も二人目なんかお前ほぼ死にそうだったぐらいまでの事故起こっと起きとるみたい。やば。だから
神っていないのかななんて思ったりするんだけどな。神は心霊かなと思ってるもん、うん、俺が若干目つけられてるけど大丈夫か大丈夫じゃねえの。だからそういうことがね本当にね皆さん嘘か誠かって思うのはまあ自由なんですけど、こういうのはちょくちょくあるんですよ僕に携帯が壊れるなんていうのは日常茶飯事やし、電話しとると違う声が聞こえるの、反応するの、返事がよく切られる、声でも切るねとか、あ、うん、でこういう写真が撮れたってつって LINE で送るじゃないですか、そうすると2日後に携帯がもう映らんのやけどどうしてとかよくあるんすよ、うん、改めて思うとすごいねあなたのなんか環境すごいだろう本当にね、皆さん本当にねうちの家って古いんですよ、もう築60年ぐらい経ってる家なんですよ、うん、でそこに娘がまあ前は一人で住んでたけど娘が来るって言って来たんだけど、もう本当に娘なんて中学時代勉強してるんだけど絶対落ちることがないとこから物が落ちた時はビビったとか本当なんですよ、うん、パパが寝た頃に吐息が早くなった頃に必ず現象が起きるって言うんですよ。それ取っといてよ、それ取っといてよどんな風なのって言うと、いやもう絶対落ちんって言うもん棚がある、確かに棚があるんやわ、うん、うん、で奥深くに物が置いてあるのは分かるんやわ、うん、うん、で勉強するとドドドドドっていうなんか音がする、振ってみたらそれがもうギリギリのところで落っこってくっちゅう、ボーンありえんとか言う、うん、そうで去年なんか去年の夜2人で夜中まで起きてて、でさあもう夜遅いで寝ようかっつって2人で、まあ僕のとこ寝る場所が離れてるんだけどとほぼ2メーターぐらい離3メーターぐらい離れたところに寝てるの、うん、ベッドが、うん、そして2人で感じてるのが LINE で、パパ足音聞こえないって、うん、十分聞こえてる穏やかじゃねえないや足音が聞こえない、確かにもう飯って歩いとる、もう完全歩いとる音が、 俺からじゃやらもう影まで見えとったもんガラス越しに除霊しいよ、いや違う違ういやルナっていうのは分かっとるんだ、もうそもそもルナがおるっていうのが、あその方ですか、そう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 、ルナっていうのは分かっとるから除霊はしたくないわけよ、うん、甘やかすから、そんななんか甘やかすっていうかもう長い付き合いだからな、まあそうなるね命の恩人って言えば命の恩人かもしれんしな、なのかな、うん、推定でいけば今もう67歳ぐらい、ああ、言うてそんな年離れてないね。でもそんななんか、うん、そう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 。そんななんか、あそこでも死体があるんだもんな。うん。あなたのそれはちゃんとあの警察に行って、うん、証拠としてあったんやもん。うん。思わず言葉が止まるよね。そんな言われたら。そうそうそう。だって何も信じてくれねえ。その時に言うしかねえやん。何百メーター入ったところの左に、うん、赤いドレスがぶら下がってたって。で俺ちゃんと言ったもん。ああ。そしたらあったやもん、俺は間違ってねえやもんじゃあそのバス停まで移動したのは何なんだってなるだけ、そう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 、そこなんやて、いまだに不思議なんやて、うん、そんなことあるってそんなことあるんだよなって思うんだよ世の中に、だから死ぬなっていう意味なのかなとかさ、うん、よくあるねそれは。心霊体験って僕本当にたくさんあるんですよ皆さん、うん、本当に俺はあなた経由でバシバシ通じてるよもうね僕ね本当に中学時代なんてね気違いって言われてる、俺人がいないのに俺はおるのに喋っとるっていう、独り言喋っとるのが多いとかよく言われるんですよ。霊感備わりたての頃、そう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 、最初に本当に気持ち悪いって言われたのが肝試しに行った時、おう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 、うん、
肝試し行った時に何やろな、普通の一軒家だと思うんだけど狐の着物があったんて。ほう、うん、お着物、うん、狐の着物が、うん、玄関かどっかに、外やったかな、石で作られてたで、外やと思うけどな俺あれなんでこんな家にこんなでっけえ変な狐の置物があるんだろうっていう、うん、で6人ぐらい、5人、俺入れて6人やったかな、でみんなで「わあ肝試し行くぞ」って「いやもうやめようやめよう」って、俺はもう分かっとるやん、もう雰囲気がもうやばいっていうのが。だから周りはもう霊感全くゼロやで、うんうんうん、やめようやめて、もうかっちゃんってほんとチキンやなとか言って言われて何ビビリやなとか言って言われるんやて、いやいやそうじゃないやめた方がいいって言って、で進んだんやん、そしたらその置物がこっちを向くんやて、こうやってグギって、わおええって俺思うやん、目の、うん、斜めからこっちにもこうやって向くんだからもうこれ以上ないかな、もうしょんべん、俺その時しょんべんちびるそうだったもんマジでもうで入らない方がいいよ、入るとお前たちには絶対に何かがあるからなって俺に聞こえるわけ、頭の中でこいつ探すやん、誰か喋ってるかも分かんないから、うんうんうん、おやっぱしやめよう、なんかあるぞなんかあるぞやめようぜっつったんやって絶対やめろ、まあええわかっちゃんはもう下におれ、もうほんとビビリやなっつって、みんなその後の5人は2階登ってったんやって、うんうん、で俺はまあ怖いから1階におったんやって、うん、そしたら5人が 下に落ちてきたもん床が抜けたの、床が抜けた、いや抜けるはずもなく抜けた、あで3人が両足骨折、あらまあ、うん、で1人もうあとうんで、あとの2人が縫うぐらいの怪我かな、あの壁となんかで引きずって切って、うんうん、その上に人、その落ちた最初に落ちたやつの上に乗っとるもんで骨折はなかったやって、あ、うん、でそこが心霊スポットになったや、うん、まあなるね、5人怪我したらまあ大概でしょで、なんでかっちゃんだけおめえ、だからやめろって言ったじゃん、何か怖えもんがあるって、で狐が喋ったもんって言ったもん俺、うんうんうん、狐が喋るわけねえがやって言われてよおめえビビリやでやにって言って、いやビビリの問題じゃない、狐がだって行くと何かがある怖い、あのたたりがあるって言ったんだもんって言ったもん俺だけど狐の道、あの石なんか喋るわけがねえと、まあそうね、そんな話いっぺんあるぞ、まあ言ってでもビビリのおかげで助かったならそれはそれで儲けもんじゃないの、ビビリでよかっただと思うよ俺は、やだ俺ずっとビビリって言われたもん、うん、骨折するかビビリかって言われるかだったらビビリの方がまだ良くないは怖えぞおめえ、ビビるぞ俺が上から下に人間が落ちてくるんだもんあなたは全然安全なとこにいたの、こっから先行くなって言われたもん、あ、うん、よくある心霊スポットでもよくある、ここから先はダメならいいんだ、ダメだなっていう指示があったで、そこにおったんそしたらドバーンと落ちてきてえーって感じや俺を脅かしとるのと思ったもん俺、うん、あれは怖かったぞ一番、さてトークテーマがだいぶずれてしまったぞだいぶずれてまった来年の抱負、今年の抱負、はい、2021年の抱負、僕は今まで通りに行きます現状維持だ。でも1000人行きたいね、1000人行きたいね、目標1000人、目標1000人、うん、目標1000人したら、目標1000人行きたいな、1000人行きたい、薩摩行きたいそう、1000人行ったら薩摩にしようか、遠いなダブルの意味で遠いな、そう
1000人、うん、登録者1000人いったらし、あれやな、島津さんに会いに行こうよ。ああ、うん、あの頃から成長しましたと。そう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 、あなたのおかげでっつって。おかげかな、わからん、俺のおかげだとか言って言っていくけど、うん、だから来年の今年の抱負は、うん、僕目指せ100、1000人。今言ったよね、今ちゃっかり言ったよね。1000人行きたいと思います。思います。それにはいろいろ努力して、いろいろな画像を皆様にいい動画を出せれるように、これからもまた365日皆さんよろしくお願いします。お願いします。